鳥取県境港市、ボートアジングインストラクターの島田智之と申します。一応こちらで遊漁船シーサウンドの船長もやっております。この辺のエリアの特徴ってどんな感じなんですか？このエリアは、非常に浅いんです。僕がやる場所でも深くて19メーターか20メーター、浅いとこで10メーターぐらいですね。じゃあ結構釣りはしやすい感じですね。そうですね。浅いとこでやったら、アジも浮いてくるし、で、バーチカルでも狙えるし、ジグタンでも狙える。あ、じゃあ今までボートアジングやったことない人とかも、すごい、そうです。行きやすいですね。そうですね。うちのお客さんは5歳から75歳まで来られてるんで。なるほど。でも初めてボートでやるんですっていう方も多く来られるんですか？そうですね。とか、ご家族で借りたりとか。うん、だからこう今いる場所だったらね、波もないので、で場所も近いので、お子さんがぐずってもすぐ帰れるし。安心ですね。ですね。サイズとかも結構狙えるんですか？そうですね。昨日も出たんですけど、夕方便で 41.5 センチ、40センチとかですね。あとまあ、場所によっては、まあ今日ここでやったらとこだったら、この間だったら、6人で630匹とか釣れたりとかですね、するので、まあ初めての方でも結構クーラーいっぱい釣られたりとかしますね。数もサイズもどっちも、そうですね、本当釣られる方は1人180匹ぐらい本当に釣ったりとか、あと本当でかいアジばっかりを100匹以上釣られたりとかありますね。時期的にはハイシーズンとかっていうのは大体いつ頃になるんですか？5、6、7が本当アジのハイシーズンで旬ですよね、はい、でもこちらは、10、11月、12月、1月も一応本当でかいアジが釣れます。5月、6月、7月は餌シラスを食べてるんですけど、冬になったら今度はカタクチイワシを食べるので、このぐらいのカタクチを食べるのはやっぱサイズがでかい。じゃあワームも結構大きめのやつ使って、そうですね、パフネークはよく使います。他の地域の方でも自分のエリアが釣りができなくなったからこっち来るとかっていうできますね。そうですね。あとはね、やっぱり岡山とか広島とか瀬戸内海で釣りされてる方がやっぱりこんなアジとか見たことない方が多いのでよく来られます。ベテランさんも初心者の方も楽しんでもらえるっていう。そうですね。で、浅いのに本当40とか30とかが結構釣れるので、だから手返しもいい、浅くて手返しもいいので数も釣れる。だからまあ最近なんかお子さんとか女性の方も増えてきてますし、うちこの間うち5周年記念のボートアジング大会したんですけど、その時に65歳のお客さんが、ジグタの釣りが苦手だったんで、で、4点を貸してあげたんですよ。で、短いんで、ボートの時はすごい扱いやすくて、で、その方が貸してあげたら、33センチって3位に入ったという。まあ、ここは本当、浅くてでかいのが釣れるですね。だからもう、釣れない時っていうのはやっぱりその、アジの産卵期と、大潮、満月ですね。初めての方でも、大きなアジ、釣れます。あと数も釣れます。ぜひ一度このボートアジング挑戦してみてください。